22番のフォワードの佐々木梅です。イエーイ。夢って名前なので夢って呼んでくれたらいいです。フィジカルに自信があるので1対1を見てほしいです。肩の関節をいつでも鳴らせることです。じゃあ外れるとかね、聞こえるか分かんないって感じです。野島のアカデミーでそのままトップに上がったキーパーの岩崎うるはさんです。対戦した時にシュートとか打っても全然入る感じがしなかったので、体とかも大きいしすごい守護神って感じがしてすごいなって思いました。一人は高校の親友の庄司理香っていうんですけど、プロサーファーで代表にも選ばれてる子です。でもう一人はU17 日本代表のキャプテンでアジアカップ優勝した小杉啓太と幼馴染です。今季は一試合一試合全力で挑めるように頑張ります。